皆様こんにちは、館林町の須藤でございます。今日はオカリナ奏者の宗次郎様をお迎えして、インタビューをさせていただきたいと思います。宗次郎様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先ほどはですね、館林のふるさと大使にご就任いただきまして、はい、誠にありがとうございます。はい、こちらこそよろしくお願いします。嬉しく思っております。はい、ところで、宗次郎様、館林のお生まれ、はい、お育ちというふうにお伺いしておりますけれども、はい、幼少からですね、青年期まで館林でお過ごしになったかと思うんですけど、はい、何か館林での思い出ですとか、エピソードなどがありましたら教えていただけますか？そうですね、まあ、いろいろありますけど、子供の頃は本当にちょっと郊外だったものですから、畑の中の一本道を小学校まで歩いて通ったなとか、そういう感じが多かったですね。で、風が冬場になるとちょっと空っ風が吹いたりして、そういう風の中を登下校してた感じなので、なんですかね、もう風の町で生まれて風の街で育ったっていう、そんな風の印象がありますね。それはまあ冬場の話だけなんですけど、実は高校を卒業するってちょっとぐらいまでは館林にいたんで、その頃は18、19の頃はいきなり無職になっちゃったんですけど、フリーターでいろんなアルバイトをしてました。それでまず春先に城沼っていうのがあります。ツツジヶ丘公園があるんですけど、ツツジの立派な公園ですね。あそこでちょうどツツジの時期にアルバイトをさせてもらってました。で、そのツツジの公園の花の素晴らしさ、春先にこんなに綺麗なところがあるんだと思いましたね。で、城沼にこう空が映ったりとか、そういう風景も素晴らしいし、僕は鳴島っていうところなので、ちょっと遠かったんですけども、そこに住み込みでアルバイトしてたら、朝4時半5時ぐらいになった頃からすっごい花が朝日に生えてすっごく綺麗なんですよね。そういう城沼土ヶ丘公園関連の素晴らしさもその時は知りましたね。あるため、そういう素晴らしさとか、あと僕多々良地区なので多々良沼っていうのがすぐそばだったんですけど、そこは秋になるとすごい夕日が綺麗に落ちて、沼一帯が素晴らしく赤く真っ赤に染まって素晴らしい景色が見られるんですけど、僕は中学校高校生の頃はいつも夕方近くなるとそこまでこう自転車飛ばして夕焼けを見に行ったりしたなとか、そんな思い出がありますね。もうそういう自然の美しさがたくさん残っている場所、そんな風な印象です。そもそもオカリナとの出会い、はいはい、それはどういうようなことだったんでしょうか？オカリナはですね、館林にいて、それこそ今お話しした父の公園でアルバイトをしたり、でそれから旅してたりなんかしてて、そういうフリーターの時期にうちの兄がたまたまそのオカリナを作っている先生のことと交流がありまして、この隣っていうか今佐野市になりますけど、佐野の山一番奥のところに彦間っていう地区がありまして、そこでオカリナを作っている面白い人がいるぞということになりました。行ってみないかって言われて、その先生をのところをお伺いしたのが始まりなんだ。で、その時に先生からそのオカリナっていう笛ですけど、土の笛ですけど、それを初めて聞かせていただいて、でその時にも感動しましたね。世の中にこんな音のする笛があるんだと。それはもういろんな大きさがあって、高音はこんなちっちゃい笛ですけど、高音が脳幹のように鋭くて体を突き抜けていくような心地よさがあります。で、低い方はこんな大きいんですけど、ボーッとホラガイのような雰囲気のという、もっとあったかい音、土のぬくもりを感じるようなあったかい音がするんですよ、ね、そういう笛だったんですね。もうなんか心の一番奥深いところまで届く、
そういう音ですね。すごいこんな笛があると思って、まあ、先生、それでは先生と出会いました、あのオカリナを吹かれる際に、一緒にお住まいになってたあのおじい様のことを思われるとか、はい、そういう話を聞いたことがあるんですけれども、はい、その辺 の, あのエピソードですとか思いみたいなものをちょっと、はい、教えていただけますか。はい、それはですね、オカリナは土でできているので土の音っていう感じがあったんですけど、あの僕はあの子供の頃、その小学生中学生ぐらいから畑仕事っていうのがすごく大事だなと思うようになって、うちの祖父がもう本当に子供の頃からもそういう仕事をしてたみたいで、もう黙々と仕事をする人だったんですね。もう額に汗かきながらほとんどあの無口で喋らずにやってたんですけども、その祖父とずっと暮らしで、まあ、家族8人9人いた家族だったんですけど、その祖父が亡くなるちょっと前に涙を流して、なんか縁側で涙流してたんですよ。いろいろ昔の辛いことがたくさんあったんだなと思いながら、そういうのを思い出してたような感じだったんです。だからそれはみんな当時のね、同じ世代の皆さんはいろいろ苦労したと思うけど、あと父に来てきた、畑仕事に生きてきた人たちのなんかそういういろんな思いを、この僕のお金の音で表現できるんじゃないかなと思うんです。心の奥底まで届く音色だと思ってるので、あの芯がある固まったすごい密度の濃い音だと思ってますので、それはなんかその僕の祖父の心の奥底のこう気持ちを表現してあげられるんじゃないか、そういうあの祖父の気持ちを代弁してあげたいと思ってずっと40何年やってきましたね。あの館林にですね、あのまあ一昨年でしょうか、日本博で、ノートオペラの共演ということで特別ゲストで、はい、ご出演いただきました。まあ、その際にもたくさん、いろんな音色を聞かせていただいたんですけれども、この館林の何かをイメージしたような、お歌曲はですね、どんなものがありでしょうか。はい、まずちょうど館林50周年の時に記念のあの曲を、館林 のイメージした曲を作らせてもらったんですけど、それは遠い日の記憶といいまして、まあ、たたら沼とか城沼の沼地の沼のほとりにしゃがんで、夜明けから夜明けにこう鳥が鳴き出す頃から夕暮れ夕焼けの頃までをイメージして作った曲があるんですけど、遠い日の記憶です。これはあの群馬交響楽団の人たちと一緒に共演したりオーケストラようにアレンジして、それで演奏したりしてるんですけど、そういう曲もありますし、実は僕はオカリナをやる前はフォークソングって歌を歌ってたもんですから、そういう歌の中でその手林の風の歌とか、そういう曲もありますし、あのじいさんと芋掘りを一緒にした時の歌とか、それからあの手林全体の田んぼとか畑っていうのがどれだけこう素晴らしいものかっていうのは言いたかったので、その、まあ、渡良瀬川と利根川に挟まれた町っていう感覚が僕の中にあって、そういう曲を詞を作って曲を演奏したりとかいろいろやってました。今回ふるさと大使ということで、まあ、お願いさせていただいたんですけれども、はい、今後ですね、あの館林の何か PR ですとか、あの何かちょっと意気込みなど聞かせていただければありがたいです。もう今までも館林のことはあのいろいろお話ししながらコンサートでもやっていますけど、あの歌にもして歌ってたりしているもんですから、その辺も含めて、これからもちろんやっていきたいと思ってますけど、まあ館林のそういう自然にあの皆さんあの憧れて来てくださると一番いいなと思ってて、その春先のその土の公園とか、たたら沼の風景とかたくさんありますのでね、なんですかね、その辺をもっともっとアピールしていきたいなと思ってますけど、館林にですね、ご関心のある、あの移住に関心のある皆様に対しまして、何かあのメッセージなどいただければありがたいと思います。はい、そうですね、あのまずあの佐藤さんもおっしゃってましたけど、
やっぱりその後連絡が来て、すごい本当にこんなあちこち花が綺麗で、どこ行っても花が綺麗で、こんなのすごく皆さんがよくしてくれて、って言ってましたね。すごく住みやすい、いい僧侶さんのところのさすがふるさといいですねって言ってくださったんですね。やっぱそういう都会から実は1時間ぐらいで都心まで行けちゃうんですよね。それが近いのにこれだけの自然が残ってて、で空が広い、こんなに広いっていうのは高い建物が少ないので、すごくゆったり感が出るような気がするんですよね。もう帰ってくると利根川を越えた越える近くまで行くと、もうすでに赤城山が見えたり男体山が見えたり、全部こう山並みが全部見えるんですよね。そうするとなんか実家に帰ってきたなっていう感じがするぐらい、なんか空気も変わったような感じ、もうなんか風が吹いてくれるから、本当にすがすがしい風がちゃんと、春夏秋は特にね、そういう清涼感のある風っていうのが吹いてる感じがして、すごく住みやすい街だと思いますので、ぜひ移住なされたいという方はぜひ一度館林にチェックしていただければと思います。ありがとうございます。佐藤さんも、館林に引っ越されてストレスがなくなったっておっしゃってました、でなおかつ東京でお仕事などある場合でも意外と遠いかなと思ってたら、あっという間に着いちゃうんだ。実は近いですよね、運転するドライブすることが意外と楽しいっておっしゃってましたね。車でももっと近いし、電車でもそんな遠くないから、そうですね、すごく立地条件は実はいいんですよね。で住まいからちょっと歩けば、ちょっと外に出ると自転車で行ける距離にすごくこう、なんていうか自然が溢れてるところがあるので、そういうところを見つけてちょっと散歩するとすごく心のゆとりも持っててくると思いますね。今はですね、それぞれ多々良沼、森ん寺沼、城沼の周りに遊歩道が全て、整備されてるんですよ。で一周でもですね、5キロとか6キロとか、森島はもうちょっと小さいでしょうかね、1キロ半ぐらいだと思うんですけど、ちょうどウォーキングするのに手頃で、土日などはですね、もう老若男女、ご家族でピクニックされたり、高齢者の皆さんも、平地のウォーキングですから、アップダウンがないんで非常に楽なんだと思うんですね、多くの方がやっぱり今健康志向もあって訪れていらっしゃいます、そうですね、すごい整備されてますね。びっくりしました。今日も さっき来る前に多々良沼の周辺ちょっと余裕が時間があったので行ってきましたけど、かなり整備されてて、すごく歩きやすくなってる感じだし、たくさんの人が見えてましたね、白鳥を見に来てる人たちもいたけど、美術館のあたりまでちょっとね、あちこち皆さんがね、ゆったりと散歩してる感じがすごく良かったです。絶対いい風景がたくさん見られてます、嬉しいですね。ぜひ今度ご覧ください、ありがとうございます。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。